はい、お疲れ様です。お疲れ様です。来たね。来ました、ついに。ドバに来たね。ついに来ました。今日は誰がおるの？はい。今日は誰がおるの？ドバに。今日はトシ君ですね。トシ君じゃねえだろ、てめえ。何度言うんだろう。そんな打ち合わせしたいな。はい。ミッチがおるんですよ、今日は。いや、なんか、そうですね。ドバに来て何やっとるか知ってますか？知らないです。知っとるよ、打ち合わせしたい。はい。飛んできてやねえか。あの、視聴者の皆さん。はい。今日ね、はい、4月でしょ、はい、14でしょ、はい、まあうちなんかもう今日昨日ぐらいかなんか言ってたんだけど、もしかしたら昨日来るかもしれないけど、はい、確定申告みたいなもんだわ。ああ、はい。でまあ今うちってさ、その給料の部分とそのまあ保証の部分というか、あの別の部分、はい、もともと全員外注扱いになってて一人親方みたいになったんだけど、はい、まあ、今社会保険とかもいるもんで、やっぱ社員の分と余裕手当とかあるので、あの外注分みたいなのちょっと分かれとんだけど、ちょこっとね、はい、でそういうので調整してんだけど、もう今ミッチは完全にもう外注じゃないって、はい、外注ってか、まあ、うちの仕事はしてない。ああ、はい、うん、全くね、はい、本当に自分で仕事で、ね、外注の仕事やるのはちょっと違うんじゃないって言ってあるし、はい、でもまあ、 あの逆に紹介してきてるからね。すごいっすね、それすごいな、はい、外道場がミッチ元請けだ。すごいっすね、元請けさんの今日社長来てるで。うわ、ちょっと緊張してきました。緊張してきたね。元請けさんの社長来てるでね、今日、はい、失礼のないように、失礼のないようにご挨拶しながらで、はい、まあ今日確定申告だから、はい、あいつの売り上げが分かるなと思って、これ今日捕まえたら。お、MT 工業の。MT 工業の売り上げ。はい。あ、気になりますね。出すしかない。さらしちゃいましょう。元請けの社長の。はい。確定申告。はい。全部さらっちゃいましょう。かわいそうになってきました。なんで？もう家に元つられ。うん。だっておのもちゃだもん、しょうがないじゃん。あ、それしょうがないです。おのもちゃ。それしょうがないですね。うん。たまたま買ったおもちゃもいろいろあるでしょ。優しい子が買ったな、ミッキーマウスと、はい、ワンパクで俺が買ったミッキーマウス、お前ミッキーマウス食っちゃうじゃないの、はい、うん、そういうことよ。ミッキーだからミッキービッチーだからな。さあ、じゃあ突撃してね、はい、今目を用意して、はい、いじくり倒して、はい、探しまくって、はい、ね、行ってみようか。行きましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。どうしたんですか？え、最近入った寺道です。何しに来たんだ？はい。いますか？全部知っとんだぞ、俺。はい。何？あ？チン殺しただろ。何もしてない。ぶち殺すと。ああ、ま、マイクつけな、マイクつけな。はい。初確定申告だろ？初確定自己申告です。初確定自己申告。相変わらずつまらんな、こいつ。相変わらずつまらん、お前。つまらんのか。あ？誰がね、こいつは楽しい？はい、楽しい。どうや、はい、いくら稼いだんだ、今年。今年っすか。うん、今年はまだダンボルギーニが2台買えるぐらいですかね。ダンボルギーニ、ダンボルギーニ、ダンボルギーニ。お前、そんなギャグで笑っとんだろ、お前。ダンボルギーニ買えるの？ダンボルギーニは買えますね。あ？ダンボルギーニは買えます。ダンボルギーニは何、2台買えるの？2台買えます。実際どうだったの？まあやってんだろ、これ見ていいの？あ、いいじゃん。まあ全然、あの、売り上げとかやれてないです。交際絶対費忘れてます。あ、これ確定申告これやるんだろ。はい。これ見せろよ。お前字が下手で見えんもん。もうピー以前の問題ですね。もうこれちょっとさすがに見せれんか、視聴者には。で、売り上げとかも何も書いてないじゃん。あ、だけどあれだもんね、給料の分と確定申告の分があるだろう。そう、で、給料は給料、たぶんパソコンに入れるもんで。うん。その、もう本当に使った分だけこう書いていくってだけです。うん。で、お前は完全売り上げだろ、今回。僕の場合は完全売り上げですね。いくらだったんや？ 7 色のやつなんで。7色ってこと？はい。で、7色じゃないの？去年のやつ。あ？去年のやつって。どういうこと？去年の売り上げなんで。ああ。あ、そういうことか。去年の売り上げなんで。7色、一番下調子してるんですよ、本当は。残念。あ、そうかそうかそうか。確定申告って年1回で、はい、去年のやつを今日やってんの？そう、4月までいなかったの？いや、4月、いや、ほんと3月15までなんですけど。もう遅れとるやん。いや、4月15なんですよ。今年、コロナで。去年、今年は、コロナで。まあ、4月15日までにやってください。はい、15日も過ぎてね。明日です、明日です。明日でお前ら今日やっとんの？ギリギリやん。まあ、松からやれるんだろう、別に。1月からできるんだろう。1月末からできます。まあ、何そのギリギリなの？何かあったらどうするの？税金丸損だろう。そうっす
あ、そうか、もうお前も別に去年の売り上げだもんでな。そうっす。あ、結局こいつの仕事の売り上げじゃないんだ。いや、結構長いの、だって仕事もらっとんだろう。あ、ちょこちょこもらっとんだろう。金額やばいっすよ。あ、金額やばいっすよ。安いの、高いの。3万5000円とお前殴られるぞ、マジで。3万5000円とマジでしばくぞ、お前。リーグの方が面白い。1リーグ3万5000円だったらいいよ。でもまあまあ、そこそこの金額だろ、俺聞いたけど。まだ普通の多分民間と、うん、そこらと変わらないけど、まあ。もちろん俺に吹っ飛んだもんで、ピンハネないだろ。ピンハネないだろ。お前ふざけんじゃねえぞ、お前。誰から金取ろうとしとんじゃ。社長、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モドゲロ社長だな、お前が。はい、全然違う。なあ、モドゲロ社長だな。じゃあ、ってことはもう分からんのだ。お前の売り上げは。今年の売り上げは分かんないし。ちなみに、じゃあ売り上げどうなの？あれやって。まあ、今、1、2、3、4？ はい。いつ辞めた？ 1月15っす。1月15まで働いてた？で、働いてて。うん。2、3、4、3ヶ月か。ちょうど3ヶ月か。今、2ヶ月一応です。2ヶ月っすね。なんで 2月からやったら、1ヶ月遅れなんで。ああ。じゃだけど、働いてるのも外で3ヶ月か。ああ、もう3ヶ月ぐらいです。2月15、はい、3月15、4月15だろ。ちょうど3ヶ月ぐらいじゃない？今日14や。明日で3ヶ月。ああ、そういうことな。はい。どうなの？まあ、ちょいちょいですね。人は人は変わんないですね。お前何人使うって言った？変わらず。1年で何人使った？100人。だって稲葉物置きだそうだね。100人になっても大丈夫じゃあだけど、お前、3ヶ月で何人なの？いや、3人で1人辞めてたんで、2人っすね。2人で、お前入れて。計算上おかしいね。3ヶ月で1人だろ？増えたの？あと9人増えなかったの？あと9人。まあ、仕事量はあるんだ。そこそこ。仕事はまあ、その上、そうですね。まあ、常駐しとるところと、まあ、外の。結構見積もりとるの？見積もりとか、応援とか。うん。応援とか合わせれば、うん、まあ10人ぐらいだったら、まあなんとか。喋るやん、リュウジ。リュウジ、最近あの、噛んだり数字負けたもんね。もうなんかショックだもん、あいつ。ショックじゃないですよ。あ、ね、ショックだろ、お前。負けてないんだね。あ負けてない。いや、なんか、ショーが言っとったやん。あの動画見た？ショーの動画。あ、なんか偉そうに言っとったやつ見た？見た。足場対決、ほんとガチンコでやろうよ。ね、全員で。あ？お前としきのやつなんかあれだいぶカットされてるけど、だいぶ言っとったやん動画の中でも。いやいやいや、何も言ってない。これだいぶ言っとったやつ変わるだろ。いや本当にとしきのやつはカットする。お前はい。はいか。いや本当に言ってない。怖い。めっちゃ似合うね。いやあれ動画になっとるよね。動画になっとったよね。なんならもうノーカット。いやとしきなんか余裕で勝ちますわって言っとったよな確か。いやとしき早いんだよ。ガンチュのやつだな。リュウジは、リュウジだった。いや、リュウジもガンチュのやつだっけ。いや、違う、僕編集する前のやつ見たんですけど、うん、その動画入るじゃないですか。うん、そしたら、トシ君のこと、トシ君なんかあったら、セットハンマーで腰叩いてるやん。めっちゃ知ったんだよ。お前結構言っとったよな。言ってないです、本当に言ってない。あれ、ネタ的に面白いよな、でもな。まあ、ネタだよな。コントだよな。足場対決。足場対決。足場組。いや、俺が言ってんじゃないもんな。ショーがやりたいって言ってんだよ。別に言って。どうまあ逆にいいんじゃない？まあまあそう、まあ年だでね。まあ案外言っていても、お前、トシ君早いんじゃねえとか言ってもらった、一番。ああ、言ってました、言ってました。確かそうだよな。はい、でも、ハンデつけなあかんのですよね。トシ君一番遅いと思うんです。いや、そうでもないでしょ。リュウジは一番遅いでしょ、多分。いや、全然早いですよ。リュウジ勝った。いや、もう絶対勝てないです。本当？はい、マジっすか？いや、僕勝てる自信しかないです。めちゃくちゃ一番調子よくて。まあ多分俺がやってたら、俺が一番勝つけどね。もう調子悪いとサグ一歩限界だもんね。マジですか？そんな？腰がやばいっすね。じゃあ腰がやばいか。肩もう右腕がダメなんで。ああそうだね。持てないですよ。2本。ああそうかそうか。まあそれはきついか。ちょっと一回話戻そう。今日の企画はミッチーの年収だったで。3ヶ月でぶっちゃけどんなやん。3ヶ月。じゃあお前だって年収公開だったんだもん今日。はい。楽しみにしとったな、ね。はい、視聴者のために俺もこう事務所から飛んできたんや今日。ちなみにまあ、うん、塗り替え道場よりかはいいですね。どういうこと？塗り替え道場の時は2500万で練習が。お前ちょっと若いんだよ。面白い。ちょっと若いんですかね。俺がこいつに2000万円も払うと思う？まあワンチャンあるかな。
なるわけねえだろこんなやつ。なんで俺こんなやつに1500万払うんだよ。2500円のこいつなんか。ワンチャンワンチャン。2500円だろ生きて。年収ですか。あ、うん、その売り上げってこと。手参加。まあまああるの。いやでももう2人とか。手残りで、まあまあ税金とか引いたらちょっとわからんけど、まあ経費ちょちょっと簡単に計算すると。手残りででももう今まだ2人とかで、まあいい給料とか出しとるもんね。560万とかじゃないですかね。あ、自分が常駐だと、ああ受けはまた別で受けの金額があるけど、ああ受けとかもちょこちょこやっとんの。ちょこちょこ、まあ月に2、3件ぐらいです。うん、まあで5、60ぐらいになっとんか。5、6、まあ受けは入れてないけど、受け入れたら多分そうですね。もうちょっと、もうちょっといくかなみたいな。へー、うん、ああそこそこやっとんやで、うちから仕事振ってピン話して寂しいなぁ、商売人だわ。お前何か言いかけたら言ってるピン話しようね。あいつ。おい、はい、あいつ何言っとんの。わかんないっす。いや通訳しろよ。うん、わかんないっす。タガログだから。タガログ人が、お前フィリピン人が怒るわ、お前。そんなお前みんなファミリーです。まあじゃあちょっと視聴者の皆さん、ちょっと今日公開できんかったけど、はい、まあ、ちょっと足場の対決の話もまたね、それ動いてますんで、楽しみにしておいてください。はい。ちょっとまた宣伝の話になるんで、ちょっと、はい、もう仕事しておいてくださいと。今、外銀塗装のマッチングと、求人マッチングですね。はい、今、両方無料で使えるんで、まあ、ぜひ使ってもらって、もう本当にもう6月かなまでには、あの、公開するんで、はい、もうそこから、それまでに登録している人は本当完全無料で使って、まあ、3ヶ月ぐらいは、ちょっと本当に、まあ、アップデートのために無料で使ってもらって、まあ、そこからはちょっと有料化に確実になると思いますので、はい、足場の方も今アップデートすごい動いとるから、まあ、職人をスカウトできるようになるって、あの会社からね、はい、なんであの職人さんの方もぜひ登録してもらって、あのプロフィールもちょっとみんな更新してない人が多いんで、ぜひ更新の方もしてください。よろしくお願いします。まだ見てねー。イエイ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 イエ